皆さんこんにちは、マリアチビへようこそ。私はロシア人で日本在住も何年目かな、忘れ始めたぐらいなんですけど、多分12年目だと思います。で、本日の動画では、私は日本に来た思い出、受けた印象などについて話していきたいと思います。私の中の日本についての印象はどういう風に変わったかについても、少し最後に自分の感想を述べさせていただきたいと思います。私はモスクワ生まれ育ちで、20歳までにモスクワからあまり出たことないというか、私の親2人とも田舎出身で、もう本当にちっちゃな町とかじゃなくて、もう村です。村出身だから、2人とも実家はちっちゃな村にあって、夏休みの時いつもその田舎で過ごしました。ロシアの夏休みはもう小学校だったら3ヶ月もあるので、6月7月8月はその田舎にずっと過ごしてたんですね。なので、まあ、かなり極端ですね。数十人ぐらいしかいない村と1000万人人口以上ある町に生活をしてました。まあ、不思議だと思うんだけど、もちろんモスクワからの思い出がたくさんあるんだけど、もう中学生の頃からね、初恋とかなんかそういった思い出があるんだけど、もう小中ぐらいになると主な思い出、その田舎の思い出ばっかりになるんで、まあ、かなりなんかどっちも理解してるというのも言えるんじゃないかなと思います。はい、本題に戻りまして、私はそもそもなぜ日本に行こうと思ったかについて、私は当時はロック好きだったんですね。 30 Seconds to Mars とか、グリーンデイとか、そういった感じですね。あとヨーロッパのプラシーボとかラスムスとか、好きで、でそれで、まあ、いろんなライブとか行ったりしてて、でそこはある方と知り合いました。でその方はもうロックが好きで、このバンドが好きで、だけど他にも日本の音楽聴いてたらしいですね。日本のロック、当時は確かにブリッジとかナルトとか、ナルトだったかな、どっちかというとなんかすごい流行ってて、でうちのクラスの男子たち、なんか半分の女子のナルトを見てて、普通にクラスでそういう話をしてたんだよね、アニメの。その時アニメって何が面白いんだろうなと思って、じゃあ私も見てみようと思って、何を見ればいいかインターネットで検索をしてました。で一番早く、まあ、日本の文化に触れたと言えるのは文学でした。当時は、村上春樹さん流行ってて、ほとんどの小説は多分露訳されてるんじゃないかなと思います。だからもう本屋さん行ったら、普通に村上春樹さんの本が並んでた。でそれともう一つ、少し、まあ、少数派っていうか、なんか少しマニアックな人が好きだったと言われてるのは村上龍さんですね。他の村上なんだけど、まあ、私もどっちかというとその村上龍さんの方が好きになって、で結局そういう、まあ、ちょっと暗いっていうより、なんかすごいミステリアスの雰囲気に興味を持ちました。でそしたら友達にデスノートだよ、あなた見るべきって言われた。でそしたら、まあデスノートを見て L に恋に落ちて、それでもっともっと日本のことをもっともっと知りたいと思い始めたのと、まあオストとエンディングにちょっとなんていうバンドだったかな、ナイトメアかな、ナイトメアの曲が流れてたので、あーかっちょいなと思って、ちょっと何について歌ってるとか調べたいなと思って、その翻訳とか見たりしてた。でそしてまあちょっと本当に趣味程度、日本語を学ぼうと思いました。なんか現地の塾、みたいなところ、まあ言語スクールかなんかもうよく覚えてないけどに通い始めて、でそこは私のまあ今現在の友達で日本に住んでる人なんだけど、当時私の先生だったんですね、教師で。確かに私塾は多分 2,3 ヶ月ぐらいしか通ってなくて、まあ勉強したのはそういうお元気ですか、元気です、ペンくださいとかぐらいの程度で、あとひらがなを習い始めて、まあ本当にそれぐらいの程度だったんですね。正直高校生だったから、いろいろ勉強で忙しくて、試験の準備とか正直でも日本語どころじゃなかったんだけど、結局その教師と仲良くなって、そのまま連絡を取り続けた。まあじゃあ、日本に興味があるなら、日本に行ってみたらどうって言われた。そんな行けるんだ、簡単に。なんか私も全くそういうイメージもなくて、海外旅行も行ったことなくて、ヨーロッパとかも、家の中の買わず海外を知らずってやつだったんですね。で、そして、うん、行けるよ、行ける。私はね、毎年行ってるのって言われた。毎年行ってるんだと思って。ロシアは、休暇は1ヶ月ある、大体。
28日だから2週間ずつ取る人がいれば1ヶ月ごとを取ってどっか長めの旅行行く人がいます。で彼女はまさにそうでした。その1ヶ月を取ってで毎年日本に過ごしてました。彼女は短期留学生として行ってました。だから1ヶ月だけ留学するみたいな。それはまあ日本語学校で日本語学べるし寮があるしもうホテルと比べ物にならないぐらい安く住める場所だけど、まあ学校が終わったら自由時間だから、まあ自由に遊べる。彼女はそういったプログラムで毎年のように行ってました。で、それ私にも勧めて、行けるとなった時に、それは2012年だったんですね。今言うの怖いんだけど年バレそうで、2012年は初めて日本に来ました。で当時はねもうかなり私のもう1年経ったんじゃないですか。私の日本への興味がすごいまして、もう主に音楽だね。そのロックとか VK とかめっちゃ好きになって、いろんなアーティストとか調べたりしてて、まあメジャーだったらロシアに来てるアーティストさんもいたから、ガゼッチとか、ベルサイユとか、だけどね、私なんかもう超メジャーだと思って、もう日本に来たら、あれ、まああれの人意外と知らねえじゃんと思った。だから、もしかして皆さんにいてもピンとこないかもしれないけど、まあそのジャンルの中でメジャーだったんですね。だからある程度も、まあ人によって武道館とか集めたりしてた人もいたし、そういうメジャーのグループはたまにライブで来てて、で私も行って、まあますますそのね、音楽とかに恋に落ちたんだけど、そのメジャー以外でもインディスもたくさんあったんですね。まあその、どのジャンルでもそうなんだけど、まあインディスであんまりそういうね、海外ツアーどころか、もう本当になんか東京内でやってて精一杯、ぐらいのバンド。まあ、それもなんかいいなと思って、なんかライブ行きたいなと思って。まあそれは大体まあ東京が多かったんだよね。よくて大阪とか名古屋。これじゃあ日本に行かなきゃと思って。これ私の一番の、もう本当に正直な、日本に行こうと思ったきっかけです。それでした、もう。だけど私の中、まあ1ヶ月はあっちゅまじゃーんと思った。だから、2ヶ月じゃなくて3ヶ月にしました。3ヶ月の短期留学コースだったので、で、アルバイトしてお金貯めて、親はちょっと出したかな。うん、学費は、そうそう、お父さんは出してくれたんだよね、意外と。一番反対してたんだけど、結局もう、好きなことにしろ、って言われて、まあ、それで、学費出してくれました。で、その、まあ、生活費とか、いろいろ、他に必要なお金を私アルバイトして稼ぎました。で、それで、じゃあよし、行きますと、友達と、その先ほど言った友達、まあ、私よりちょっと年上なんだけど、まあ、なんか、何回も日本に行ったことあるし、日本語を話せたので、まあ、じゃあその人にもくっついて、留学しようと。だから、まあ、観光ではなかったんだよね。一応一番最初来たのは、留学でしたね。短期留学で、それで飛行機に乗りました。で、日本に7月1日じゃなくて多分2日に着きました。で、当時はですね、まだロシアから直便があったので、直便に乗ってモスクワから東京という直便で、10時間もかかりました。で、これは私の初めての海外旅行で、初めて飛行機乗る時でした。まあ最初はすごい怖かったんだけど、友達は手繋いでくれて、大丈夫大丈夫って励ましてくれて、無事に成田に着きました。まあ印象的でしたね。多分皆さんからしたら、っていうか私、今の私からしても、もう激普通のことなのに、もうアホみたいに感動しちゃって、家から離れるのも初めてでしたし、そばに家族とか親戚がいないのは初めてだったので、ちょっと言ってもまだなんか初心期が終わって、本来は真面目になり始めるべき頃なんだけど、私はそういう意味では結構遅かったんですね。もう高校卒業するまで私の趣味はほぼ勉強しかなかったので、そういうなんか友達と遊び、友達と出かけて遊びをするとか、初恋はしちゃったね。さすがにそう、もうホルモンに逆らえないから、初恋だけはしたんだけど、それ以外はなんか、なんて言うんだろうね。例えば出かけてどっか外で友達とめっちゃ遊ぶとか、タバコを吸ってみるとか、お酒飲んでみるとか、そういうのは全くなかったんですね。うん。だからなんかそういう、よし楽しもうぜ、自由、もう好きなことやろうぜっていう時期が、まあかなりずれてきて、そのちょっと20歳から多分私の場合23、24までぐらいの間だった。そのもう自由に行動できることを楽しむことですね。
日本に来ましたと。モスクワから東京に、東京じゃないんだよね。まあ住所的には横浜市になってたんだけど、東京に近い横浜市だったんで、もう電車乗って2駅行ったらもう東京だったんで、田園都市線のところに住んでました。なんで、まあ東京在住の方分かってるけど、渋谷に直通してる線。そう。で、成田に着陸して、まあ最初は、トイレに行ったと。まずそのね、日本のトイレ、もう何回も多分みんな話してるけど、それは今だったら確かに海外でもちょこちょこ見かけるけど、当時もう何年前か皆さん自分で計算してくださいけど、当時はものすごく珍しいもので、もうロシアで、まあ、あったとしたら極東の上等なホテルとかでそういったトイレがあったんだけど、うちは極東じゃないから、なかなかアジア文化は届きにくいですね。日本だけじゃなくて中国とか韓国とか極東と比べたら、もう全然レベル違いますね。ラジオストク行った時には母国なのにめっちゃカルチャーショック起きたんだけど、どんだけアジアの影響がある、だけどモスクワは全然なかった。まああったとしたら多分日本の大使館内ぐらいかな。うん、だからそのウォシュレットにすごいびっくりして、で何が書いてあるか分かんなくて、最近はね英語表記とかアナウンスとか増えてるんだけど、当時はもう英語表記もほとんどなくて分からなかったんだよね。なんでこんなにボタンが多い、なんか水が出そうなんだけど、それってどういうことなんかな、なんかすごい戸惑ってた。バスに乗ってその窓から見る景色も未だに覚えてるんですけど、千葉だったので、まあ草原とか、まあ森とか、なんかそういった風景なんだけど、それもなんか細かく覚えてるんだよね。すごい不思議。あとまあよく言われるのは匂いにびっくりしたんだけど、どんな匂いかって日本人はよく聞く。何、醤油の匂いするのか、おにぎりの匂いするのか、そんな、じゃあ醤油の匂いだねっていうのはないんだよね。ただなんか違うね。自分の生まれ育ったところにないようないろんな香りとか匂いとか、なんか一つになってその不思議な特別な奇妙な匂いを作ってくれてるから、日本に来たら、日本だけだね、これは日本だけ。短期留学終わってからまたロシアに戻って、また次の年に来たんだけど、再来日した時に、あ、これだ、この匂いだって、確かに思いましたね。うん。だけど、まあ、もちろん最初来た時に、匂いのことなんて私気にしてなかったんだよね。二十歳の自分を気にしてたし、自分今から何をやろうか、自分今から何を楽しもうかっていうことしか気にしなかったんで、まあ匂いは気にしなかった。で寮に着いたって、寮だったんですね。まあ寮って言っても部屋は別だったんですね。部屋と部屋の中にトイレと風呂があって、ちっちゃな部屋だったんだけどね、確かに6畳8畳ぐらい、うん、今荷物置いて契約書いてみたいな。でまだまだ時間がある。まあ、結構夜型だったんだけど、友達に遊びに行こうって言われて、話で渋谷だとか原宿だとか新宿だとかって聞いたことあるから、まあものすごく行ってみたかった。だからもう次の日に待たずにその日に渋谷に行きましたと。で着いた頃は多分夜の8時頃だった。渋谷に着いて、まあね、いくら大都市生まれ育ちだと思ってもやっぱり渋谷だけは別格ですね。うん、人の多さとネオンの多さと、そういうね、広告板の多さとかあんまりないんだよね、モスクワは。そういうの、街の雰囲気自体は全然違いまして、まず高層ビルっていうのは、だいたいビジネスセンターか住宅街にしかなくて、中心に行くと逆にめっちゃ高いビルないんだよね。もうすべてのビルは17世紀とか18世紀とか19世紀からあるので、なんか古くて、まあ高くて、まあ豪快だってとかあるかもしれないけど、まあそれぐらいですね。だから、中心で観光客が多いところ、人が多いところ、見どころが多いところに行っても、なんかちょっと昔の文化を味わえるところが多くて、そこはモスクワ、まあそれは全国がわかんないけど、なんか法律的にそういう報告の看板、ハールナっていう法律があるんだよね。なんていうの？文化的なこの風景を守るために報告を貼るのは禁止。
になってる。住宅街だったら、まあ、めちゃくちゃあるんだけど、もう中心で、あの、人がたくさん集まるところ、で、そういうのはないから、同時に、もう人とネオンと、もう広告と看板と高層ビルとか、集まってるところは、人生初めて見ました。はい。なので、ものすごく印象的でした。うん。あと、どこ行った？ゲームセンター行って、友達とプリクラ撮って、まあ、上司ならではのコースですね。そして、もう盛り上がって、まあ、気づいたら終電逃してしまいました。その田園都市線は終電結構早くて、多分12時ぐらいなんだよね。12時過ぎ。そうそう、結構、まあじゃあいいや、もう遊ぼうって言ってクラブ行かないって友達に誘われた。え、クラブ、それって大丈夫、安全って私は聞いた。あの、別にロシアのクラブすごいやばいってわけじゃないけど、私は当時先ほど言ったようにすごい真面目で、実はモスクワでクラブとか行ったことないんだよね。だから勝手に映画からのイメージとか、まあ、すっごい治安が悪くて、もう行ったら帰らぬ人になってしまうかもしれないっていうぐらいで、上司一人とか二人で行ったら、もうなんかお酒飲んで、お酒だけじゃなくてなんか違法なものをやってる、普通にやってるところばっかりだと思ったの。まあそういうところもあるかもしれないけど、まあそこまではやばくないとは思うね。そんなにいっぱい存在してるんだからね。あの、別に日本以外でも。だけど、もう怖いイメージしかなかった。だからなんかフラッとこんな人にこんなに言われるのは、え、大丈夫かなと思った。平気平気よって言われた。もう、それロシアのクラブと比べたら治安のレベルがもう、運命の差があるって言われた。え、そうなんだ。まあじゃあ行ってみよう。都市的には大丈夫、大丈夫。まあ二十歳だから、まあ大丈夫。二人とも行ける。で、それで入って、まあ確かにね、イメージは安全っちゃ安全だけどね、あの、また他の特徴があるから。まあちょっと2、3時間踊って、さすがにぐーっと疲れがきた。じゃあ帰ろうと。まあ4時ぐらいに出て、ちょっと1時間ぐらい散歩して、あの、その駅の方面に、あの、向かいましたと。その時に周りに見たら、え、あの人倒れてる、え、やばい、どうしよう、え、交番とか言って救急車呼ばなきゃって言って、え、 あそこも倒れてる、え、どういうこと、どういうこと、これ何、ゾンビアポカリプセス、なんでなんでこんなに人倒れてると思ったら、あ、友達に教えてもらって、平気平気よ、それはね、あの、飲みすぎたサラリーマンたちが休んでるわけ。他にね、群れる場所がない。うん、だってここ寝ても安全だし、大丈夫だし、まあもちろん7月だったから寒くないし、で、それ私にとってもすごくカルチャーショックだったんですね。うん。やっぱり私の母国ではそう簡単には外寝れない。まず寒い。寝込む人はたまにいるんだけど、目覚めないか、一つの腎臓なしで目覚めるか、まあそれはね、あの、誰かに切られるんじゃなくて、要はその病気になって、それでお隣の人の知り合いはこんな風に、外で寝ちゃって、で、起きたら炎症を起こして腎臓、それで一つの腎臓なくしてる人、あの、実際にいるので、もう本当に、あの、ありえない話です、外寝るのは。あと、運が良かったら無事に目覚めるかもしれないけど、運が悪かったら、なんか財布とか、カバンとか盗まれる確率もかなり高いので、そんなになんか酔っ払ってても簡単に、じゃあよし、ここで寝ようって誰も思ってないんだよね。なので、それもものすごくカルチャーショックになった思い出があるんだよね。もう未だに、だって私の中もう何年経っても10年以上これ頭の中に残ってるぐらいから。そうだね。あと、まあ帰って普通に、爆睡しましたと。正直言ってその次の日もあんまり覚えてないんだよね。もうざっとその3ヶ月のことしか覚えてないけど、その初日の思い出が、あの、ものすごく頭の中に残ってしまったのは確かだね。はい。で、そして変わった印象、なんだろう。今、沖縄に住んでるし、まあ、いろんなところにちょっと住んだことあるし、いろんな仕事をやらせていただいて、まあ、日本人の知り合い、友達とか恋人とかできたりして、ちょっと日本人の性格が分かったんじゃないかなと思います。まあ、ある程度ね、もちろん分かりきってるとは言えないけど、初日と比べたら、まあ、なんで日本人はこんなこと言ってるか、あ、これはこれはまあ普通なんだよね、あ、これは普通じゃないんだよねっていう感覚は身についてるわけですね。この動画を作るきっかけの一つにもなったんだけど、実は私に日本語を教えてくれた先輩、今でも日本に住んでるし、あの、この間沖縄に来てたんですね。うん。で、そして私一番最初住んでた寮じゃないけど、まあ、ゲストハウスみたいなところの管理人さん、
女性の方なんだけど、その方は私の友達とすごい仲良くて、一緒に旅行こうってなって沖縄に一緒に来てくれました。でそして私も久しぶりに会って一緒に食事しながらいろいろその思い出話とかしたんだけど、いやーすごい良かったじゃん。もういろいろめちゃくちゃもうお世話になりまくったし、忘れないためでもあるので、まあ、皆さんにこうやって伝えるためでもあるんですけれども、自分のためでも忘れないようにこの気持ちをいつまでも動画見直したらこの気持ちを思い出すためにこの動画を収録をさせていただきました。皆さん聞いてどう思いましたか？ぜひ皆さんのご意見コメント欄でお待ちしてます。はい、それでは次の動画で会いましょう。パカパカ。